レオ・マトスコとレオナルド・ジ・マトスクルスは、ブラジルのサッカー選手。ポジションは DF、または MF。CR フラメンゴの下部組織からオリンピックマルセイユに加入し選手となったが、出場機会はなく、フラメンゴに期限付き移籍し、選手デビューした。その後、トンベンセ FC がマルセイユから買い取り、パラナ・クルーベ、フィゲーレンセ FC、ビラノバ FC に期限付き移籍した。 2010年に FC チョルノモレツオデッサに加入。同クラブのロマン・フリホルチュク監督は、日々動画を見ているが、戦術と守備が向上してきている。サッカーは攻撃だけではないと考えているんだ。と語る人物であり、同監督のもとで彼も、守備や戦術的な面が向上した。本職は、サイドバックである彼だが、チョルノモレツオデッサでは、 右サイドのミッドフィールダーとして起用されたため、ポジションの幅が広がった。2014年夏に FC ドニプロに移籍。左サイドバックにポジションを移したがこのポジションにも適応した。UEFA ヨーロッパリーグ2014から15決勝にも出場したが、敗れた。2016年5月8日にドニプロの深刻な財政難が原因で放出され、30歳でポック。 テッサロニキに移籍契約期間やメディカルチェック等の事情があり、加入はシーズン終了後となった。2016年8月18日に行われた UEFA ヨーロッパリーグ2016から17予選プレイオフで移籍後初得点。12月11日にはギリシャスーパーリーグで2得点を挙げた。2017年8月17日に UEFA ヨーロッパリーグ2017から18予選プレイオフで2017から18シーズン初得点9月30日にはリーグで同シーズン初得点を挙げた2017年10月22日には2021年夏までより良い条件での契約延長がなされたと報じられた12月20日にキペロエラーダスで得点したのを皮切りに1月6日 14日にも得点を重ねた。2020年10月23日、CR バスコダガマに2年契約で移籍した。ブラジル U-17 代表として 2003FIFAU-17 世界選手権に出場した。また、ウクライナへの帰化について言及したことがある。ありがとうございます。